メディアを再生する第1話首の死体前編英語字幕レ・バンピール吸血ギャング団とは1915年から1916年にかけて公開されたフランスのサイレント連続活劇である監督はルイ・フィヤード出演はミュージドラエド・アール・マテマルセル・レ・ウェスクレ・バンピールと呼ばれるギャング団を追跡する新聞記者の活躍を描く前 トータルで7時間ほどある。制作と配給は拷問。様式の類似性から、フィアードの他の犯罪者、ファントマ、ジュデックスと本作は3部作とみなされている。日本では、大正6年に、ドラルーという放題で、全4編14巻として公開されている。前作、ファントマを成功させたフィアードだったが、ライバル会社のパテに対抗すべく、 大急ぎで、かつ定予算でこの映画を制作した。脚本もほとんどできていない状態だった。公開すると、内容の不動特性、た作品と比べて、映画技術が劣っていることから批評家には散々叩かれたが、戦時中の観客には大受けで、ミュージドラは一躍、フランス映画界のスターとなった。後には、フリッツ・ラングや、アルフレッド・ヒッチコック、さらには、 ルイス・ブニュエルに影響を与えた。近年は評価が高まり、死ぬまでに見たい映画線一本にも選出されている。前10話のタイトルは以下の通り。犯罪者の連続活劇は当時人気で多数作られていた。フィアードの前作、ファントマも大ヒットしていた。レ・バンピールが作られるきっかけとなったのは、ライバル・シャパテの動向があったものと考えられている。パテは、 アメリカの連続活劇、原骨の映画化権を獲得していた。アメリカの活劇では、ポーリンの機能は、ファントマ以降最大のヒットを飛ばしていた。この映画に出てくる、吸血ギャング団のアイディアは、1911年から1912年にかけて、パリで暗躍したアナキスト犯罪集団、ボノットギャングから取られたものと思われる。フィアードは、自分で台本も書いたが、 ざっくりしたもので、俳優に設定だけ与えて細かいところは任せた。そのため整合性に欠ける部分がある。ただし、後半はしっかりした脚本を作った。撮影のほとんどはパリロケーションだった。戦時中のため、途中で出られなくなった俳優もいたという。予算もなく、塗膜をドアに利用したり、映画セットの家具を再使用したりした。 稲妻の主のフェリーの爆発シーンのようなものは明らかにストックフッテージである。制作にはスピードが求められ、撮影終了から公開まで3から4ヶ月しかなかったと推定される。フィアードは一般的な映画技法をほとんど使っていない。ほとんどのシーンは固定カメラのロングショットとあらすじを説明するための写真や手紙のクローズアップだった。しかし、逆にそのことがこの映画に 本物らしさを与えた。脚本がなかったので多くの場面は即興で撮影された。ミュージドラは全てのスタントを自分でこなした。フィアードの次回作、ジュデックスと同時期の制作だった。この映画では場面ごとに色合いを使い分けている。琥珀色は昼間の室内、緑は昼間の屋外、青は夜間、または暗がり、ラベンダーはナイトクラブや夜明けといった。 薄暗いところ。特筆すべきは400分弱という上映時間の長さで公開当時はザホとドラマオブクリエーションの480分に次いで史上2番目の長尺だった。レ・バンピールは上映時間の異なる10話の連続活劇としてフランスの劇場で公開された。1話と2話は1915年11月13日に 最終話の10話は1916年6月30日の公開である。フランス以外ではメキシコで1917年5月24日に公開、アメリカでもほぼ同時期に公開された。第一次世界大戦中だったにもかかわらず、映画は大ヒットしパテシャの原骨を大きく引き離した。映画の成功の要因はミュージドラだと言われている。 彼女が演じたイルマ・ベップは、バンプ、ファム・ファタールの典型で、ザ・バンプと呼ばれた女優セダバラと、しばしば比較される。警察はこの映画を犯罪賛美、不道徳と非難し、一時的に何話かを上映禁止にしたが、ミュージドラの個人的訴えを受けその処分を撤回した。1916年には、フィアードとジョージ・ミアーズによるノベライズ全7巻が、タランディア社から出版された。 初期の広告には謎めいた仕掛けをした。1915年11月、パリ市内の壁に貼られたポスターは、クエスチョンマークの首縄が掛けられた。覆面女性の顔が三つ横に並べて描かれて、誰何いつどこという文字が書かれていた。当日公開の1、2話のためのもので、以後もポスターは作られた。長官には、こんなポエムも載せた。 レ・バンピールのミュージドラ、レ・バンピールは、フィアードの他の作品同様、当時の批評家からは酷評されていた。同じ年に公開された D.W. グリフィスの国民の創生のような芸術性にかけ、フランス映画の文化的地位を高めたいと望む人々の非難を浴びた。フィアードも芸術性がないことは認めていて、映画は説教でも表記でも、ましてや判事者でもなく、 目と心を楽しませる手段であると言っている。とは言うものの賞賛する人がいないわけではなかった。詩人のアンドレブルトン、ルイ・アラゴンがそうで、今世紀の真実、ファッションを超えて、テイストを超えて、とコメントした。一方、近年の評価は高く、2002年のサイトサウンド誌の批評家が選ぶトップ10で30位、ビレッジボイス神の20世紀の映画ベスト250。 では78位、2010年のガーディアン紙もオールタイムグレーテストホラー映画の25位に選出された。他にも AFI デスクレファレンス、ナショナルソサイティオブフィルムクリティックス100、エッセンシャルフィルムズ、1 0 0エッセンシャルフィルムズ、ザビレッジボイスフィルムガイド、死ぬまでに見たい映画線1本といった本に名前が挙げられている。ミュージドラを記念した。 ベルギー国鉄の電車の落書きミュージドラはこの映画に出演後、フランス映画界のスターとなり、後には監督、脚本を手掛けるようになった。彼女を含む主役の3人は、他の役者たちと共に、フィアードの囲碁の作品、ジュデックス、ティミン、バーラバス、パリセッテに起用された。この映画は、犯罪スリラーというジャンルを確立させ、アルフレッド・ヒッチコック、 フリッツ・ラングらに影響を与えたと言われる。具体的に大砲や爆弾といった小道具をラングは大スピナンドクトル・マブゼで踏襲している。ギャング映画の初期作品という意見もある。スリラーのみならず実験映画ヌーベルバーグへの影響も指摘されている。ありがとうございます。